こんにちは。今日は小焼けのお家のお気に入りのものを紹介していきたいと思います。まずはですね、やっぱり欠かせないこのザ・クロマニオンズのキャラクターですね。この子たち実は貯金箱になってます。高橋よしおくんというねキャラクター、いつもめでています。あとはちょっとね、ツアーの時にしかゲットできないイエティさんだったり、ロボヨシオさんだったりがここにいます。玄関入ってすぐお出迎えしてくれるようにしてあります。はい、そしてですね、じゃじゃん、これが、先日行ったウルトラマンのイベントで一目惚れして購入した九谷焼の豆皿です。この赤富士が縁起が良くて大変気に入っております。こちらも、玄関入りですね。玄関はお気に入りでいっぱいです。そしてこちらが沖縄に行った時ですね、私と私の夫が作ったシーサーです。可愛くないですか？なかなか気に入ってるんですよ。はい、玄関こんな感じです。はい、窓際です。こちらはですね、最近やったこの夏やったガチャガチャが並んでおります。ウルトラマンは、ユニットがお腹に入ってて、つけると目とカラータイマーが光ります、ね。1個500円とかのちょっとガチャガチャにしては高級なんですけど、やっぱこの虫とかもすごいクオリティが高くて、なんか手に乗せた時に本物みたいな感じが、ね、ワクワクしますね。とても気に入っております。でこの子がですね、私観葉植物をすぐ枯らすのですが、なんと初めてすごくうまくというわけじゃないけど成長してくれてて、めちゃくちゃ愛おしく思っております。毎日ねちょっと様子を見つつお水をやったりしながら頑張れと思ってます。はいはい。そしてこの子たちがですね、ダイソーだったかな、どっかの100均で見つけたんですけど、見ざる言わざる聞かざるのポーズを取った宇宙服の子たちですね。宇宙飛行士くんたち、めちゃくちゃ可愛いと思って一目惚れしました。絶対買いたいと思いました。重さもねちょっとずっしりした感じが良くてとっても気に入っております。じゃん、こちらは、米津玄師さんの空想ツアーのライブでやったガチャガチャで出てきた子たちです。私はですね、この子が、この女の子が欲しくて欲しくて願いながらガチャガチャをしたので、出てきてくれた時めちゃくちゃ嬉しかったです。可愛いです。このちょっと透ける感じが窓の光を通して綺麗だなと気に入っております。最後はデスクです。このピンクのパソコンは去年だったっけ、買ったのって、パソコンカッピー去年だったっけ、パソコン買ったのって。私そうだね、多分去年か一昨年買いました。このピンク色がすごい気に入ってます。この台もね、首が痛くならなくて気に入ってます。でこの可愛さ重視で購入したマウスとキーボードもいい感じです。絵はこれで描いてます。最初繋がらんかった、あ、最初ねマウスがなかなか反応しなくて困ったこと、今カッピーがね教えて、思い出して教えてくれました。はい、この子たちもねパソコンで頑張る私を見守ってくれています。かわいい。これちなみにこうスマホが置けるんですけど、スマホ置くと顔が見えなくなるっていうシステムのゴリラくんです。はい、こんな感じです。最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた。